皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学方程式の2回目。今回は方程式とはというタイトルで、方程式って何なのということと、方程式の中で使う言葉、これを覚えていきます。等式の中の文字の部分、等式というのはイコールを使った式でしたね。この式の中の文字の部分に特別な値を代入した時だけ計算が成り立つもの、これを方程式と言います。例えば x+2=7、 これは実は方程式なんです。なぜかというと、この等式ってのは x が5x=5 の時だけ成り立ちますよね。 5+2 は7です。 x が他の数じゃいけないんですね。5の時だけ成り立つ。だからこの式は方程式ということができます。そしてこのように方程式を成り立たせる x の値、 x に入る数、これを方程式の解と言います。これ解答の解です。そしてこの解を求めることですね、解を求めることを方程式を解く、ね、方程式を解くとこう言います。では具体的にね、例を使って解いてみましょう。方程式 2x-3=5、 これを解きなさい。これはこの等式を成り立たせる x に入る数は何ですかって、こう質問しているということですよね。ではここに表を作ったので、この表を使って解を求めていきましょう。まずここの通りは x が1234とあって、その隣が 2x-3、ここの通りでは実際に x に1234を代入して計算します。そしてその答え、式の値のところに書いていってみます。x が1の時、 2x-3 は 2×1-3、 2-3 なのでマイナス1になります。 x が2の時は 2×2-3 ですよね。2人が4、 4-3 ですから、これは1です。3の時には 2×3-3、 6-3なので3となって、これまだ解出てきていませんよね。では4の時です。4は 2×4-3 です。2が8、8-3は5ですよね。 2x-3 は5というのを成り立たせたのは x が4の時ですから、この方程式の解、これは4になります。この時答えは x=4 と、このように書くんですね。この方程式 2x-3=5 の解を求めたら、解は5だったと、ね、方程式を解いたら x は5だったと、こうなったわけです。今回は方程式の意味とその中で使う言葉、そして実際に方程式を解いてみました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。